影もあるみたいだし、幽霊じゃなさそうだけど。あなた、一体何者？ようこそ、我が仮初めの宿へ。歓迎させてもらおうか。仮面？エステルさんやポーリーちゃんの目撃情報と同じですね。あなたがルーアン各地を騒がしていた影の正体ですか？その通りだ、クローディア姫。お目にかかれて光栄だよ。こいつ、なんでクローテの正体を？私に盗めぬ秘密などない。改めて自己紹介をしよう。執行者ナンバー10、怪盗紳士ブルブラン。ウロボロスに連なる者なり。ミクロンヘビ。そう殺気立つことはない。私はここでささやかな実験を行っていただけなのだ。諸君と争うつもりは毛頭ない。実験？それはリシャール大佐が使っていた漆黒の動力器ゴスペル。しかもどうやらあれより一回り大きいみたいだね。彼の報告通り、これの存在を知っているか。このゴスペルは実験用に開発された新型でね、今回の実験では非常に役に立ってくれたのだよ。実験？一体何の実験なの？百聞は一見にしかずだ。実際に見ていただこうか。幽霊？いや、その装置を使って空間に投影された映像のようだね。そんな技術が確立されているとは過分にして聞いたことがなかったが。これは我々の技術が作り出した空間投影装置だ。もっとも装置単体の能力では目の前にしか投影できないが、ゴスペルの力を加えるとこのようなことも可能になる。ルーアンの市民諸君にはさぞかし楽しんでもらえただろう。くだらない。要するにただの悪ふざけだったわけね。悪ふざけとは人聞きが悪い。選挙で浮かれる市民たちに送るちょっとした息抜きと娯楽、そんな風に思ってくれたまえ。からくりは分かったけど、
一体どうしてこんなことをしでかしたのよ。見食らう蛇って一体何を企んでいるわけ。それは私が話すことではない。私が今回の計画を手伝う理由はただ一つ、クローディア姫、あなたと愛まみえたかったからだ。え？市長逮捕の時に見せたあなたの気高き美しさ、それを我がものにするために私は今回の計画に協力したのだ。あれから数ヶ月、この機会を待ち焦がれていたよ。その市長逮捕ってダルモア市長の事件よね。なんであんたがあの時のことを知ってるのよ。私はあの事件の時、陰ながら君たちを観察していた。例えばこのような方法でな。まさかあの時いたダルモア家の怪盗とは、すなわち美の崇拝者、気高き者に惹かれずにはいられない。姫、あなたはその気高さで私の心を盗んでしまったのだよ。ほうかならぬ怪盗である私の心をね。ほう、なんという甘やかなる屈辱。いかにしてあなたはその罪をあがなうおつもりなのか。そんなことを言われても困ります。この酔った口調、誰かさんにそっくりかもね。失敬な、一緒にしないでくれたまえ。見くらう蛇、なんか思ってたのと違うけど、クローゼが狙いと聞いたらなおさら放っておけないわね。エステルさん、教会規約に基づき不法侵入などの容疑で拘束するわ。ゴスペルのことも含めていろいろと喋ってもらうわよ。やれやれ、なんという無粋な連中であろう。相手をしてやってもいいが、せっかく選んだこの場所だ。彼に相手をしてもらおうか。何ですって？彼はこの遺跡の守護者のようでな、ね、半ば壊れていたところを私が親切にも直してあげたのだ。せっかくだから君たちが相手をしてあげるといい。冗談じゃないわよ。来るわ。
手こずらせてくれたわね。さてと、ここまでしたからには覚悟はできてるんでしょうね。やれやれ、優雅さに欠ける戦い方だな。仕方ない、私が手本を見せてあげよう。の炎がエギーユ、お、まさか影ね。動けまい。君たちはダルモア市長の豊穣に驚いていたようだが、この程度の術、我々ならばアーティファクトに頼るまでもない。そんななんてうかつ。ジーク現れたな、小さきナイト君。君の騎士道精神には敬意を表するが、しばし動かないでいただこうか。クローディア姫、これであなたは私の虜だ。どのような気分かね。見くびらないでください。たとえこの身が囚われようと、心までは縛られない。私が私である限り、決して。その目だよ。気高く清らかで、何者にも屈しない目。その輝きが何よりも欲しい。ふざけたこと抜かしてんじゃないわよ。このキテレツカメ、クローゼから離れ。やれやれ、この仮面の美しさがわからないとは。
君には美の何たるかが理解できていないようだな。これは失敬。いや、君があまりにも初歩的な勘違いをしているのでね、つい罪のない微笑みがこぼれ落ちてしまったのだよ。ほう、面白い。私のどこが勘違いをしているというのかね。確かに僕も姫殿下の美しさを認めるにやぶさかではない。だがそれは君のちっぽけな美学で測れるものではないのさ。顔を洗って出直してきたまえ。おお、なんという暴言。たかが旅の演奏家ごときがどんな理由で我が美学を貶める。返答次第ではただでは済まさんぞ。ならば問おう。美とは何ぞや。何かと思えばバカバカしい。美とは気高さ、遥か高みで輝くこと。それ以外にどんな答えがあるというのだ。少子真の美、それは愛。何？愛するがゆえに人は美を感じる。愛なき美など虚しい幻に過ぎない。気高き者も卑しき者も愛があれば皆美しいのさ。小賢しいことを。だが私に言わせれば、愛こそ虚ろにして幻想。人の感情などを経ずとも美は美として成立しうるのだ。そう、高き峰の頂に咲く花が人の目に触れずとも美しいように。むむ、ああ、一気に緊張感が。困りましたね。まさかこんなところで美をめぐる好敵手に出会うとは。演奏家、名前を何という？オリビエ・レンハイム。愛を求めて奉公する漂白の詩人にして狩人さ。フその名前覚えておこう。遅いから我慢できずに来ちゃった。ドロシー、いけません、早く逃げてください。おえ、かー、仮面をかぶった白い人。あなたが幽霊さんですね。いや、はい、チーズ。うわっ、しびれが取れた。そうか、フラッシュで影が消えたのね。とんでもないお嬢さんだ。任せてくださいよ。何がすごいのか自分でも分かりませんけど。こんなに愉快な時間を過ごしたのは久しぶりだ。礼を言わせてもらうぞ、諸君。あなた、まだ何かやるつもり？
今宵はこれで終わりにしよう。しかし諸君に関しては認識を改める必要がありそうだ。さすが漆黒の牙と共に行動していただけのことはある。漆黒の牙、まさかヨシアさんのことですか？彼とは窮地の中でね。最初に君たちを観察し始めたのは彼の姿を見かけたからなのだよ。全ての記憶を取り戻したようだが、今はどこでどうしていることやら。まさか。さらばだ諸君、計画は始まったばかり。せいぜい気を抜かぬがよかろう。それとは別に、私は私なりの方法で君たちに挑戦させてもらうつもりだ。楽しみにしていたまえ。消えた。信じられません。うわぁ、なんだか手品みたいですね。なかなかやるじゃないか。これは僕の方も好敵手と認めざるを得ないね。そういう問題じゃないってば。キテレツな格好はともかく、あいつ波の強さじゃないわ。そうね。見喰らう蛇、予想以上に手強そうだわ。